はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ジオゲッサーを、やっていこうと、ジオゲッサーというしながら、雑談をしていこうと思います。といってもそんなに話すことはなく、黙ってるシーンはありますが、ご了承ください。なんかジオゲッサーで見ながら思いついたことを話しようと思ってます。いつもあのクラシック マップでの、ジャパンでやっていきます。無料アカウントなんで5分プレイしたら10分プレイできなくなるんですが、まあ いろいろ試したところも大きく時間を空き時間があるわ取られるってことはないんで、ゆっくり、探索しながら、空いた時間とかは席を話したりするかもしれませんが、お話もあのチャット欄にありましたら、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画のアーカイブは2日後 YouTube に、流します。ですので7月3日ですね、21時ですね、YouTube プレミア公開します。チャット欄にアドレス記載してますので、ぜひアクセスしていただいて、アカウントの登録、チャンネル登録していただければと思います。 YouTube アーカイブアップ、ネクストツーアフターデイ、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。ツイッターもやっております。ツイッターもチャット欄にリンク貼ってございますので、ぜひアクセスいただければと思います。ツイッタープリーズアクセス&アカウントフォロープリーズ、アカウントのフォローもぜひお願いいたします。そして、1枚目がついに開きましたね。見てください、これ。南向いてますね。山手だな。山手っていうほど山手じゃないか。北海道の国道クラス飛びました。皆さんいかがでしょうか。積極的に書き込んでいただければ、あ、ここなんかこうじゃない、ここじゃないかとか、なんか気がついたところ、なんか目印と、面白い目印とかあれば書き込んでいただければ嬉しく思います。ん？湖がある。なんだろう、50キロ。まあ、多分これ国道クラスなんだろうな。あ、こっちにあるんだ。芦別夕張。あ、でも国道マークがないな。
消せないのかな、このひとまず芦別夕張なんで、芦別は北の方だよな。で今南北向いてるんだ。芦別の方がなんで先に来てるんだ。芦別ってあれこの辺じゃなかったっけ。そうだよな、芦別。あ、ってことは452かな。シパロダムあたりかなと思ったけど、なんでもうシパロダムだったら北にある夕張書いてんのかが謎ではありますね。あ、もうちょっと行こう。これシュパーロコじゃないかなと 思いますが、シュパーロコはね、昔なんか鉄道が走ってたんですよ。でなんか昔ここに炭鉱の鉄道がなんか橋が湖を渡る橋があったらしい。なんか建物がある。あ、ダムの、ダムだ。あ、シェルターと思ったじゃない。でも、これだけわかりやすければ、何のダムかわかるんだけどな。三笠市。三笠は、ここか。これか。これっぽいですね。桂沢ダムで合ってんのかな。あ、基本的に多分お、なんか左側にバイパスがある。あ、バイパスいじゃあ、どっちが道なんだ、正確な。あれ？なんだこれ。どっちなんでしょうね。これ大きな問題になり得るよな。ただ今どっちが働いてんのかな。あとちょっとやっぱり絞らないといけない状況ですね。右に曲がるからこの辺なんだよな。0メートルはちょっと難しいですね今回。断然このカーブのスタート地点に近い感じかな。あ、もうここでカーブ始まってるんやったらもうほとんどこの辺とかになっちゃうなるよな。でもあと三笠ワカサギっていうのがありますね。しかし全然下を見ることはできません。どっかから入れないかな。あ、そっから入れんのか。あ、ダメだ、工事用だから入れないんだ。
道路気象情報収集装置。が、もうちょっと先にあるのか。ってことは、カーブ、これスタート地点だよな。カーブあるところがもうすぐってわけじゃなくて、ちょっと離れるんだけど、でも、縮尺的にはもうこの辺であっても全然おかしくない。どうなんだろう。まあ、つい考えたらこの辺だよ。この辺だけど、あーでもこの辺かな。この辺で行きます。おー、やった。いきなり0メートルだ。すごい。ダムがあって、ミカサワカサギがあって、あ、なんで、標識が、最初標識おかしいなと思ったんですよ。なんで夕張と芦別が兼ねてるんだって。北、しかも北向いてるのに、まあ、北東向いてる途中だったんですね。このここで言うと、なるほど、つまり国道本体、三笠や芦別を直接結んでるとこじゃなくて、そこに接続する道だったんだ。え、国道じゃないけど、三笠インターから伸びて、幌内線の三笠なんだ。その上流には、上流ってことになるんだ。春別、こっちを、こっちが三笠の山手ですね。この辺に炭鉱があって、私内線ってどっちだっけ。これ万事線。私内はこっちか。私内線と上砂川支線なんが並走してたんだ。本当に距離がそんなにない状況で並走してた。砂川から同じく、あの南と北に分割してた、分かれてたんだろうな。ちょっと3分、少し始まる直前まで離れます。お待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、再開したいと思います。2つ目ですね。2ラウンドぐらいやっていこうかと思います。なお夜は競輪予想がありますんで、ある程度まで来たら打ち切りたいと思います。2ラウンドは最後までやりたいな。何浄化センターだこれ、何しかわからん。あるべきなのかな。あとちょっとなんか北っぽいな。挨拶回り。三日月町。三日月町ってなんだ。深川？深川って北海道にあるけど、これだけじゃわかんないよな。新潟にいなかったっけ、三日月町って。そこまで北じゃないと思うんだけどな。どっちがいいんだろう。アペックス、深川っていう集落名が深川だな。深川市じゃなくって。結構ジオグエッサーね、いろんな配信見てるんですが、この、場合は深川集落で、何々市じゃ多分とか何々町じゃないんですけど、まあ、そこがを勘違いしてるっていうか、なんか町じゃないかとか。そういう視点が多かったり、なんかせっかく地図で近いとこポイントはやってたりのに、別のとこに目が行ってしまって離れたりってことが多いみたいですね。大和町？三日月。三日月なんですよね。三日月町って旧三日月町じゃないかな。3キロなんだよな。そう、佐賀山とあった。でも3キロなんです。ここを間違えて、ここが実はもう完全に佐賀山とで間違いないって思ってる人もいると、結構いましたね。だから3キロなんで、3キロ王子、大和東山だ。フリッシュ美容、3キロ美容室で3キロって稼げてんのかな。あ、西山田があるから、じゃ東山田もあるってことだな。この辺かな。この辺かもね。で、まあコンビニがあるんだけど、そうそうそう、これ国道クラスじゃないかってことだろうな。一応後ろを見てみましょう。後ろなんか書いてある。うわー、また範囲が広いな。48か。48はこれですね。東西に伸びる道。いまいちって交差点を探せばいいね。48からもう目を離さないようにしましょうと言っても、別のとこ見てし、もう徹底して48に行くべきなんですけど、目を離してしまうケースも結構多いですね。ちょっと西すぎるかな、これは。あ、でも三日月書いてあるぞ。三日月町の三日月だ。
どうかな。この辺とか怪しいよな。ここで周りを見てみよう。コンビニあったよな。セブンイレブン？セブンイレブンはそう、先だ。あとラーメンは何でしょうね、これ。竹ちゃんラーメンだ。これだ、ここだ。いまいちは。ってことは、ここから来た、入ってきたから、この通りなんですよね、きっと。で、結構ここはこっち側に堀がありますね。今南に向かってる、これ深川集落ですね。でも、あ、これ川渡ってるな。この川じゃないの？この川じゃないかな。斜めに、これ斜めに通ってますからね。もう答え出たようなもんじゃないでしょうか。でもまだ8分あるんですよね。これでは飽きる。これ、浄化センターだったよな、これ。浄化センターだ。磯島？何でしょうね。折島か。うわぁ、タイミング悪い。反対側もちょっと見ていきますか。せっかくなんで。なんかすごい集落が固まってる感じですね。で、区画整理されてる。ちょっと田畑へのアクセスに時間がかかりすぎる感はありますね。集落が集まりすぎて、これ集村っていうんですけど、集まった村って書いて、こういうふうに家はすごい固まって、で田んぼ、その外は田んぼという集落なんですが、あくまで平地の話ですね。で、反対に山村っていうのもありまして、山村は、散布、なんだろう、解散とかの散ですね。集まるの反対で分かれる村もありまして、それを2年前かな、3年前かな、砺波、富山県の砺波地方で見てきて、なんか車で走ってると、なんか次々と集落が出てくるんだけど、一つの集落自体が本当に2、3軒、4、5軒からぐらいしかないんですよ。あ、これが山村なんだって思って。感動しましたね、初めて見て。この辺だな。集村って言ってもそんな固まってるわけじゃないけど、この辺か、砺波の集落は。 Google マップ分かりにくいんですよね、建物の図画が。多分一番重視、 Google が重視してるってピンだと思うんですけど、ピンが目立つような
マップデザインになってるんですよね。逆に言ったら別のピンがあるマップサービスになるとすごくこのピンと競合しちゃうんですよ。これが良くない。山村の代表格ですけど言うほど分かりづらいな。もうちょっとこの辺ぐらいかな。分かりにくいよな。これ航空写真だったら絶対、まあ、すごい分かりやすいと思います。家にこういう風に数軒の家が散らばってて、こことかですね、あっても4、5軒とかですよね。こういうのが平野中にずっと散らばってるのが山村ですね。さあ戻っていきましょう。まだ4分あんのか。ちょっと周りでも見てみるかな。今北向かってるからスタート地点、挨拶通り、今ここの通りを多分走ってますね。川ぐらいまでかな、集落は。まあ、あんまり集村としては、あの集落規模は大きくないかな。これって佐賀市内なのかな。今はどうなんだろう。現状旧三日月町なんだろうな。あ、三日月町は小城市なんだ。さ、境界線とかも全然ないんだ。壇上神社すごいですね。面白すぎる。あ、ここにも壇上神社がある。親愛者があった。親愛者じゃないか。三日月って駅あんのかな。もうこれ久保田から分かれてすぐに唐津線が三日月なんだ。三日月って駅はないのか。じゃあもう1分なんで絞りに行きましょう。ここに分かれるこの道があるよね。難しいな。で、これがきっと この縦の縁なんですよね。まあ、満点はもらえるやろうけどね。絞れない。周りた、あの目印になるそのまま建物もない。だいぶこの集落は西だしな。
ちょっと難しいかもですね。まあここにしときましょう。あーだいぶ遠い、9メートルか、残念。じゃあ次行きましょう。蕨市に入るとこ、じゃあ反対側にもあるんじゃないでしょうか。蕨と戸田の、戸田ってあれか、川口とかと近いとこ。蕨、戸田、蕨、戸田の境界、ここ戸田ですよね。ここ蕨だから、この辺がめちゃくちゃ怪しいってことになる。この公園なんだろう。で、多分戸田市にいるんだよ我々は。ね、南に向かっている。日教班だからこの道で合ってると思うんですけどね。もうちょっと見た方がいいか。まっすぐ行きましょう。北の方がいいのかな、どっちがいいんだ。五砂路通り、お、ビバホーム。ビバホームはでかい。そう、スーパービバホーム、これじゃないの。あ、日教班がある。あ、これ残り3分31秒ですけど、5分以内に解けそうな感じです。なんか5分以内に解けば、実はまた5分にの残りになるんですよね。あの、5分の残りにはならないか。残り時間は減っ、そのままで1分残ってたら残り1分で次のゲームが遊べる、ドンってなりますね。なんでギリギリまでちょっと絞っていきましょう。でもここだよな、日教班だから。信号はあるんだ、だからこれマークしてるんだ。で、お、そうだよな。ってことはこの辺なんだよ。この少し上もあるんだけど、上は2つ並行してる道なんだ。多分この辺の真ん中に田んぼでも昔あったんでしょうね。1分半か。歩道橋の上、歩道橋じゃない、横断歩道の上だ。まあ、一番見ないといけないのはここでしょうね。この外見が、この辺かな。あと西側にも建物がある。西側、この建物かな、この黒い建物はこれですよね。まあ30秒なったら決めます。これがこのゾーンのここにあさってればほぼいいんで、もうちょっとこっちかな。あーっと、ちょっと運悪かったな。
道の端の方だった。さあ第4ラウンドです。あれ、いけない、あ、いけるか、あ、あっと、待てよ、何の剣だ、東なるお、兵庫、西宮市、ちょっと、あ、剣としか書いてない。でもまあ西宮でしょうね、兵庫県の。阪神営業所なんで西宮市で決定です。結構今回最初の湖を覗いたら町の方が多い。あ、でもこれ、ナルオだから、ナルオに書かないとダメ。ナルオは、クス川ナルオのナルオの方だから、向こう側女子大前なんていう服名がついたんだな。あ、さっきのところ、阪神高速じゃなかったっけ？見逃したけど、川がある。団地があったよね、そういえば。東側に向かって。出たら、だから、阪神高速のすぐ近く。で、団地のあるとこ。で、結構限られるかな。川がありますね。この川は何だろう。そう、この先の、これ、阪神高速なんですよ。これじゃないの？この、川っぽい気がするけどな。あと、これ見てください。この丸っぽく、アルマジオみたいに曲がってるやつ、インターチェンジだと思うんですよね。あ、じゃあここか。これですね。これが、これなんだ。で、橋が少なくても2つはあるから、ここか、ここなんでしょうね。ま、なんて書いてあったっけ？ん？天然温泉。これじゃないの？クワ。向こう、ま、向こう側。行ってみますか。本当だ。クワ向こう側だ。ってことは、いるとこはこの通り沿いってことですね。まあ、もっとすごい人はもっと1分とかかっ、あの、1分内で当てる人いるからすごいよね。で、これが、まあ、ここなんだよね。で、ここが、まあ、ここだと思う。くわ、向こう側の、南側の筋、入った筋で、これだ、あの、県営の、鳴尾の住宅って、これですね。こっち、この先向きで、これが、これなんだろうな。ってことは、この交差点、あ、そう、交差点ない、出ないんだ。こっち側にのちょっと先に、そうだ、弥生があるっ
ていう。残り5分、実質まあ都会ってこともあり、2、3分で分かったんで感じですね。まあやっぱり大きなヒントになったこのアルマジロみたいなランプですね。公園を、自動公園をうまくつく使ってやってますね。私あのシティーズスカイラインをっていう都市ビルドゲームやってるんですが、あとエレシャで行こうないっていう高速道路をあの一般道に下ろすときにどうするかっていうのは結構まあ悩みどころではあるんですけど、まあ多分阪神高速これ高交換二段高架なんで、2号線がこう乗り越えるとこが高架で、高速道路は2段高架なんで、その辺も苦労してるとは思うんですけど、その2段高架から降りる際に、まあ、普通に降りてた急勾配で距離もかかるんで、こういう風にループ状になるっていうのはすごい合理的ではありますよね。阪神高速まで行くか。まあ数こなすしかない感じですよね。あとは周りに何があって、その周りのヒントの重み付けをするとか、上ここの方位磁石を見てどの方向を向いてるかっていう、これアルマジロですね。ランプ名は何だろう、向こう側ランプだろうな。あ、ここがこの公園になってんだ、自動遊園になってんだ、アルマジロが。場所は名神の東側だから、結構まあ裁判に、騒音とか排気ガス勾配で裁判になったあたりの、できる前に裁判になったあたりのできるとあとこうかな、揉めたとこではありますね。ここはここに阪神向こう側線がある。向こう側線もなんか専用の色をまとった車両に変わりましたよね。昔はここを通って国鉄まで、国鉄さらにこの2号線を走ってた路面電車沿いまで線路が伸びていたらしいです。で、国鉄と阪神の機関線路の幅って違うんで、だから3線以上になってたみたいですね。この辺は戦時中に工場に、この辺に工場があって、資材を運び込むためにできた道だそうですね、向こう側線は。アルマジロがあるから向こう側線も見えるんじゃないかな。行ってみよう。これですか、向こう側線。ちょっと北に行くと起点の向こう側駅も見えますね。逆に南側行くともうほとんど
住宅地っていう感じですね。ではちょっと詰めに行きましょうと言っても、もう詰められないと思うんですよね。で、道の真ん中かどうかですよね。まあ道の真ん中か、こう見ると、だもう ストレートに道の真ん中行って、推測すれば OK、 ゼロゲッサーです。2回目のゼロゲッサーですね、このラウンド。素晴らしい。さあ、このラウンド最後のプレイです。なんだ、道が中途半端に広いな。空港が傷んでいる。本当だ、予算ないのかな。だって40キロぐらいは飛ばせそうですよね。まあとはいえ飛ばせるんだけど、住宅があるから30キロかな、自分速度設定20キロで設定してもいいぐらいだろうな。ということで千歳町合同調査、まあ千歳町だからな、まだ千歳市と断定するにはちょっと気は早いかも。広いですね、道は広いんで50キロ指定でもおかしくない。いや、そんなことないか、住宅がなかったら40キロ指定ですね。でも30キロか、まあ妥当かな、住宅街だから速度の減少を受けてしまう。寂しいな、寂しいですね。まもなく行き止まりか。そうか、北海道の場合上に雪があるんだけど、そういうのは幹線道しかないんだ。牧場ですねこれ。でも函館かどうか本当わからないよ。函館市交通局って書いてるけど、断定するのは危険かもしれないですね。函館にもちなみに空港はあります。まあ断定するのは危険な反面、確かあんまり北海道にしては北側じゃないなっていう意味では函館説は補強しますね。反対側行ってみるか。住宅地ばっかり。これですね、最初のところ。空港団地。空港団地。まあ、函館市の方が妥当か。函館の空港はここか。ありますね、空港団地言ったら、なんか空港のなんか工業施設があったりとかなんですけど、本当に住宅しかない空港団地だな。ゼニガメ、ちょっと見たけど本当に空港団地なのか。でもこの辺ぐらいで空港団地って書いてるとこがないですよね。
まあ、ちょっと考えなきゃいけないな。本当に函館なのか。函館市交通局は最大のヒントかな。なんとこで空港に近い団地の中。お、なんか出ましたね。やっぱり早めに出た方がいいな。何団地？本当空港団地なのか。瀬戸川町って言ってもわからないよな。これ瀬戸川？川の名前見るといいかもですね。夏倉川、瀬戸川じゃない。これは湯の川温泉ですよね。なんで空港団地がないんだよな。あ、でも函館市は確定ですね、これで。とりあえず、ま、この辺に置いときましょう。あとね、ポイントとしては青い看板と国道、県道、まあ、高速道路もかの看板ですね。 おにぎりヘキサ、おにぎりが国道でヘキサが県道、都道府県道か。空港団地ってそんなでかいんだ。いくつの団かの団地を集めた総合的なものが、あ、ゼニガメだ。空港団地なのかもしれないですね。ん？なんだろうこれ。タクシー。タクシーが多いな。タクシーの会社かな。中古車かもしれない。今、普通の形のこういうセダンタイプのコンフォートとか、タクシー。不足してるんじゃないかな。売らなくなっちゃいましたから ね日産も全然撤退したんじゃなかったっけ。小林ロード、まあこの辺だと思うんですよ。でも空港が全然出てこないし、ゼニガメが、この辺だ。で、多分これ戻ってるんだ。東側にゼニ。ゼニガメあるんで、この道らへんなんですよね。こっちかもしれない。古川町、古川町ってこの辺が古川町だったような。そうですね、この辺が古川町で、空港団地ってね、いくつかの団地の総称なのかもしれないですね。あ、牛のマークが書いてある。あ、ゼニガワザは基幹農道なんだ。これあ、農道は基本的に県道のマークつきません。あ、
スネ耳バコさんでよろしかったでしょうか。漢字は音読みで読みます。はじめましてかな、馬だっち、よろしくお願いします。今ですね、北海道函館市内が函館空港の近くが映し出されていて、それがどこかって探すのが意外と難しい状況ではあります。あ、これ北側だ。空港は278ってどこだ。278はこれか。まあ、空港団地じゃないんだよな。あ、これがこっちのことを言ってんのかもしれないな。農道って一応空港にも接続はするし、なんかローカル感がある。空港が本当にこのセンターラインなしの道でいいのか。一応バスはあるみたいですが、南に向かってますよね。上瀬戸川町っていうバスはあるんだ。しかし本当に裏びれてる感じだよね。ここ空港、ここ空港の北側っぽいな。さあ今のところ2万点満点で来てるんで、2万5000点満点で行きたい感じですね。そうだよな、これ函館空港だよな。空港団地にすごい惑わされてる。あ、これ近くにあるんだ。西側行くと何もないんだよな。今南へ向いてるんだ。ちょっと待った、こっちは北なんだ。北へ向くと行き止まりになってたけど、南北のこの道のことじゃないかな。その道がここに接続するって考えればいいから、今2分半なんでそろそろ当てに行くモードになりますね。何筋このあるかっていうのを見ながら行きたいとこです。さっきのコンフォートみたいな車があるところはイサリビハイヤーだったみたいだな。これですね、これイサリビハイヤーなんだ。まだこっち側には何もない。これ1個目だろう。これ1個目でここです。なんだこれ、カー XSK カンパニー。20号線で道路が傷んでいるので20キロ以下で徐行してくださいがあるんで、多分
この筋だとで間違いないと思うんですよね。そうですよね、これがこっちなんで、あと互い違いに道が交差してますから、そういう意味でもこの縦のルートは合ってるってことになる。じゃあいくつ目かになるな。今北向いてるんだけど、新が先だからこことここだよな。でこれが2つ目で、こことここが3つ目ってことだ。あ、なんか右にある文教会乗ってるかな、ないな。 天理教の文教会な。ちょっとこっち行ったら瀬戸川町公園があるみたいなんで行ってみますか。瀬戸川町公園があればもう確実ですが、これかな？あ、これですね。確実だな。ってことはここの交差点であることは間違いないんですよ。との連関係で言えば、あとはもう絞りに行く段階です。ここのこれがちょっと分かりにくくなってますね。だからこっち側で見るしかないんだよな。あとでもこれは今東向いてるから、ここの角がちゃんと合ってんのかな。あとどっちかといえばこの辺かな、むしろ。こういうとこを見とかなきゃいけません。ほぼ真ん中だけど、真ん中よりちょっとこっち側に近いので、これで行きます。あー、2メートル。もうちょっと向こう側だった、南側だったんだ。でも、パーフェクトです。さあ、2ラウンド目いきましょう。本日は2ラウンドまでやっていくかな。一乗寺。何の一乗寺や、日蓮宗の。一乗寺0550 05、東海地方かな。小松ダンススクール、小松石川県。地主、沼田区。何の自治体の沼田区かはわからない。センターラインのある、黄色いセンターラインのある道で来ましたね。あ、
なんて静岡県、いや、わからない。ちょっとボケちゃってますね。何が3キロなんだ。幸福実現党。ここからちょっと分かりにくいな今回。今回 Twitch で配信しておりますが、2日後に YouTube にもアーカイブ載せます。 Twitch、YouTube のアカウントフォロー、チャンネル登録、Twitter のアカウントフォローぜひお願いいたします。ぜひチャットにも参加いただければ、今回のスイッチチャットにも参加いただければと思います。大きな道なんだけど、自治体とか町名とか本当ヒントがない。岡本ライニングクラブジャパン、市外局番0550。今見てくださいよ、これ。これね、溝が入ってるじゃないですか。これ、雪があるんじゃないかな。わざわざ。滑りやすいのかもしれない、雪で。なんか鼻下手とこまで来ちゃったよな。わからない、なんだこれ。まず都道府県すら分かってない状況です。バス停もないからな。バスの会社があれば、バスってテリトリー制なんで、線中あたりに、この場所はこのバス会社の過当競争を叫ぶために、線中ちょっと前かな、過当競争がすごかったんですよ、昭和の前期は。バスを昔今のよりちっちゃくて、マイクロバスばっかりになったんで、モデル量としてすごい、もっと中小業者が乱立してて競合状態だったんで、それを統合させた上で、この事業者はこの地域ですっていうのをはっきり統制さす国が決めて、まあ鉄道もそうですけどやったんで、バスの会社を見ると大体そのバスっていうか、ここの場所っていうのが分かったりするんですが、バス路線がないんですよね。バスが昔走ってたけど、バス路線廃止してもおかしくない場所ですけど、多分そういう自治体とか住民の協力が得られずに廃止にして
あの交通機関がない場所になっちゃった感じですよね。まずこれね、国道とか県道のマークもない。せめて自治体名は分かりたい。ようやくできた。え、本当にいいの？平日90分、税別1900円でいいの？いいんですか？え、何キロ？6キロあるのか、御殿場インターから。え、でも今向いてる方角を見ると北を向いてるんですよね。で、6キロ直進になると御殿場のそばにゴルフなんて名前つけてるホテルの名前で、ゴルフに関するホテルだと勘違いしますよね。やってくれるわ。アプリショーがあったり、なんかネットカフェとかも多いですよね最近は。で、直進なんで、今 NE だから北東の方へ、北の方へ向かってんのか。北って結構6キロへ北って限られるから、この辺とかこの辺ぐらいしかないんですよね。まあ、これじゃないかな。まあ、あれ？でも昔この地区って箱根と御殿場を結ぶバスとかありそうなもんなんですけどね。なんでないんだろう。沼田ブルーベリー狩り園、あとエンドロジスティック、だいぶあのスタート地点から離れちゃいましたからね。沼田だな。最初のとこもほぼ沼田だったんで、沼田っていう地区であることはまあ間違いないんでしょうね。御殿場インターの南って結構絞られちゃうよな。新御殿場じゃなくて御殿場インターなんですよ。御殿場インターってあった、沼田あった、この辺か。バスが走ってんのはこの394の区画なんですよね。こっちは走ってないのか。でも走っててもおかしくないはずなんですよ。あの富士、この区間のバスだった富士急静岡だったっけ。富士急静岡ですね。富士急静岡のバスが御殿場と、あと御殿場と三島の間を結んでますね。で、御殿場との富士吉田、富士山の駅のところ、もしくは河口湖のあたりまでは御殿場のなんだっけな。ごめんなさい、旭ヶ丘バスターミナルあたり、富士五湖を結ぶのはこれも富士急系列のバスですね。
これは静岡じゃなかったような気もする。で、今まで来た道は北から南へ来たんで、だよね、だいぶ沼田の集落あたりで南に行っちゃってる感じはありますね。この辺かな。考えてみれば最初に出た道って都会っぽかったんだよな。小松ダンススクール、この小松っていうのは反対に行ってしまったら大敗因だ、敗因だよな。大沢原共同墓地、競争墓地は結構ありそう。あ、大沢原だ。あ、一乗寺があった。こう見ると結構沼田までは下っちゃいましたね。反対に行くべきだったな。反対に行けば こういうふうにすぐ透明も発見できたんですよね。で、右側にはセブンもあったんで、これですね、難易度は一気に下がってたんですが、反対側に行ったせいでなんか全然わけが若くなっちゃいましたよね。この辺小松っていう集落名なんかもしれないこともないか。小松遊園造園って書いてるから、小松家が多いのか本当に小松なのかですね。一乗寺の入り口があって、右側はあの団地っていうかマンション、コーポラス、新宮でしょうね。0550は御殿場なんだ、覚えとこう。ですよね。わからん。1メートルまでは下も見ましょう。下を向いて歩こう。真ん中あたりだよな、ほぼ。ないかな。の行き過ぎてんね、中間。これで行ってみましょう。あ、惜しい、1メートルだった。お、今度は町ですね。お、なんか農場。さあ、これ一歩目をどっちを踏み出すか大事ですね。学校があるね。あと
とりあえずこっち集落のありそうなこっち、あ、橋がある、橋があるね。それなりの橋だよな。川があります。土井川橋、土井川橋、土井川でほぼ間違いないってことか。土井川橋、土井川だとは思う。ちょっとジオゲッサー、いつもより多くの方見ていただいて非常に感謝ですね。少し多くの方に見ていただいているのは嬉しいです。時間帯が午後7時っていうのもあるのかな。午後8時ぐらいからスタートして、8時前からスタートですね。田原って三河田原の田原かな。三河田原広いですよね。三河田原、そう、あ、でも田原って普通ここですけど、ここ思い出しますけど、まさか別に田原ってないよな。なんかちょっと田原にしては、田原ってなんか温暖な場所想定してたんですけど、なんか寒そうだよな。で、川があります。でも田原広いからな。あと今東側向かってんのか、これ県道なのかそうでないかっていうのも結構重要な意味がありますね。ログハウスがあって、あ、出光だ。これ結構でかい道じゃない。なんて足、何キロで、何キロ、 1.8 キロ、足が池、あ、これだ、足が池、サンテパルク、サンテパルク田原ですよね。これに行くアクセス道だって言ってます。なんでここら辺なんでしょうね。ここか、まあここかもしれない。布団店、西に向かってるよな今。野田市民館とか見なかったからな。ケーキのなんか山本か、野田保育園、野田って多分あった、野田町があった、野田保育園の北なんだ。野田保育園を探すのが、いや、これだ、ここだ、今見つけたのは。戻ってみる？で、川渡りましたよね。今池川かな。この辺じゃないの？そうですね。カーブがスタートしてますからね。これはここだと思います。あ、でももう時間がないから。もう無理だ。そう、学校も見えたんですよね。この学校が何だろう。ふるさと教育センター、右側にもなんかあるですね。野田小学校か。
ここもセンターライン沿いの道がありますね。でもここ歩道がない。ああ北向いてるのは当然そうなるよな。ないですね。であれ？こっちか、ふるさと教育センター。もともと中学校とかあったんだけど廃校になっちゃったんでしょうね。そういうところ本当多いですね。少子化とか過疎化でもともとここも学校だったんだろうなと思うと寂しいですね。こっち側行くと多分小学校が見えるんじゃないかな。あ、小学、これ小学校なんだ。全然小学校に見えないな、なんか。小学校ってだってコンクリで、あの白で、白一色で、まあ。こういう風に屋根瓦ついてますけど、瓦なんかもなく箱型で殺風景な形ですけど、ここってすごいな。瓦はあるし色はついてるし屋根こんなついてるし、ひさしはあるし、上には時計台までありますからね。これはレベル高いですね。で、バス停があるって感じか。これですね、野田小学校。これは多分市がやってるバスなんだろうな。さあ北があります。これが新勇者なんでしょうね。若宮八幡社もあるな。すぐ隣にはこれが市民館か。ちょっとしょぼい。右側にその右側には駐車場がある。 Google これ駐車場がこうただの隙間にしか見えないのが良くないな。わからないんですよね、ここいてこの空間が、あのどういうなってるのか。そういう意味では、まあ、Google は航空写真も持ってるんでそこで保管できるのは強みなんですが、残念ながらジオゲッサーは航空写真への大量の変換ができないんで、これはやっぱりゲームを難しくしちゃってますよね。でこれが259だよな。最終的にはこの西側は伊良湖岬まで行きます。灯台は結構残ってる灯台の中ではレトロで貴重だそうです。ここ遊歩道、このバスターミナルが港になってて、鳥羽とか弾岬、あこの島に途中に島があるんですが、そこに行く船になってますね。答志島とかはこれフェリーないの？
なんだ、浮橋か。こことか船ないんですかね。バスはあるんだ。ん？バスじゃなくてこれ船着き場か。飛ばしなんですね、ここは。あとヘリポートもあります。緊急時はヘリポートを使うんだ。ドクターヘリですね。ということで、あとなんか見たいところってある？ないよな。このサンテガーデンまで行ければいいのかもしれないけど、行くかな、行けるかな。左ですね、サンテガーデンは。今南に向かってます。ほぼまっすぐ南なんで裏付けられますね。無駄山方向地。まあ解くだけだったらもっと簡単にできます。もっと時間かからずできますよね。でもあんまりこのRTS、 要するに時間を短くして解くっていうのが得意じゃ、あんまり好きじゃないっていうか、混乱するんですよね、なんか。時間がないっていう風に追い詰められるとすごいなんかイライラするんで。これ対抗産業だ。でこの山を越えたところに公園があるんでしょうね。お、すごい絶景。池ですね、足が池っていう、それなりの設備の池ですね。これは関係者、ん？関係者道かな？なんだろう。一般の歩行者は入れないのかな？右側にもなんかあるな。なんか書いてある。池がある。噴水かもしれない。なんか上通ってますね。上がこれがこれか。で左に駐車場があって、これアヒル池ですね。なんでこんなあれがあるんだ。有料なんだろうか。で見てください。ちょっとね、この保存状態は危険すぎます。屋外に野ざらしになってますよね。これは良くない。しかももう車のすぐ隣に屋根をつけてあげなきゃかわいそうだな。木造ですね、外見。手があります。三河田原までのバスなんだろうな、これは。なんだろうこれ。ここから有料区間なんかな。体験工房とかサンテドームとか
牧場とかもありますね。いわゆる農場公園ですよね。農業公園か。これは有料の公園なのかな。ああ、ここも関係車両以外立ち入り禁止になってるから。上になんかある。ここの上のミニアスレチックはタダで入れるみたいだよな。さっきのこの入り口って書いてるとこからお金がかかるみたいな気がする。まあでも結構このサンテガーデンですら結構大変だろうからな。ここ入れんのかな。これってお金いるんかな、やっぱり。でも産直広場とか書いてるからお金いったらダメだよな。このトラス橋はあくまでこことか産直広場のお店とかお金いったらね、誰も来なくなるから多分無料なんじゃないのとは思うんですけど、こことか入れないからな、ほんと人が。ん？こことかもなんか事務所みたいな感じだし、ふれあい広場っていうところか。なんか不思議な構造になってますね。まあ結構こういうふうに雑になんかやっちゃいましたが、ここまでですね。で、ここ下見てみましょう。下見ると完全にこっち側なんですよね。でも真ん中かもしれない、わからないですよね。あと建物へ見ることはまあできないな。道も広いんだよな、思った以上に。しかもこれ直角にクロスしてるのに、なんでこう丸まってるのかっていうのもようわからん。あ、惜しい、2メートル。もっと端だったんだ。さあ、3プレイ目です。グリーンヒール、団地の中に入り込んでますね。八王子市寺田町、これ早解きします。早解きしに行ってもいいかな。八王子市って言っても遠い、たくさんあるからな。
れだけ絞るのはちょっと危険だな。ここで行き止まりだしな、きっと。とりあえず出ていきましょう。なんだろうこれ。幼稚園か、グリーンヒル幼稚園、団地の中ですね。これ北も南もあるからな。今西向いてますよね。まずちょっと看板、青い標識を見つけたいな。道路標識を、もしくは国道とか県道の場所を見つけたいが、目白台、目白台なんだ。目白台ってあ、そうだよな、高尾線にあるんだよ。いつも目白台の中の寺田町なんだよ。北なのか南なのか。こっちは北を向いて、北東を向いている。北東を向いてるんだ、寺田町の。ちょっと妙ですね。まあ、東に近い北だから、この通りかな。あと、あ、交番がある、寺田団地。あ、業務スーパー寺田店があるな。この辺かもしれないですね。まあ、県道の番号を見つける方が早いかも。何にもないな。こっちはバス停名もあると思う。グリーンヒル寺田。さっき寺田ってあったよな。南に向かってるんだこの道。寺田東って書いてある。あ、グリーンヒル幼稚園あった。グリーンヒル幼稚園だ。これだ、このカーブだ。カーブ曲がりきってないからこの辺ですね。クリニックゼロで、この辺だと思います。あー、ちょっと欲張っちゃったか。6秒でギリギリ。で、これが第4ラウンドですね。で、ここはゆっくり探しましょう。ん？自民党なんだけど、何の自民党なのかですね。広島ってうっすら書いてる気がするが、はい、ぜひ皆さんもこのジオゲッサー探索に参加いただくと嬉しく思います。
今北を向いている。石垣があるんだな。棚田でも作ってたのかな。棚田とかあとどうなんだろうな、まあ、比較的雪は少ない場所だと思う。氷切ったり、なんか力パワーがありそうな名前だよな。大きいに力だからな。なんて運河整備竣工記念碑。なんかここヒントになるな。三好市だ。さっきなんかうっすら広島見えかなと思ってたけど合ってましたね。三和方面部隊大谷だに、まあ、とりあえず三好っていうのは分かったんで、でそれなりの道だから国道とか県道クラスだな今走ってる道。いやでもどうかな、このセンターラインって国道とかだったらあんまりやらないよな。いい道ではあるんですけど、なんか落ちる感じはする。何の高得費だ、優先度が落ちちゃいますよね。いいあの日ではあるんですよ。でも自分の中でのあの優先度は下がりますね。また日が
いい感じはしますね。あと三和町なんだここ。これだけじゃ分かんないよな。言うほどやばってじゃない気はするしな。そう、あと三和坂、ここはまだ三好なんですね。塩町とかだったら。あと3分。あ、ここも三好市なんだ。ここも三好市なんだ。福塩線沿いは三好市広いですね。こっから府中か。もう上下、上下だったっけ、上下だ、上下だったと思うけど、ここで分かれてる感じか。ここは三好市？まだ分からないですね。分かりそうで意外と分からない。神社だ。まあでもこの神社はちょっと弱いな、特定には。急、こっちが旧道なんでしょうね。クリーニング屋さんだ。マニーはクリーニングかな。お、なんかありますね。何駅？栃木？コミュニティセンター。羽岩。絞りづらい。三和駐在所、三和町だから。合併させられたと思うんですよ、平成の大合併で。お、あっと、結構大きなヒントですね。三和郵便局だから、みんなこの辺って三和の、旧三和町のバカウケ、バカウケか。何のバカウケなんだろう。こういうのはないな、音感もないな。これは、これ何号線とか書いてないんだな。3度、3度は寒いな。大きな頻度がそんなにないな。ここはまあ、あの国道の元の道は旧道なんだろうな。木原建設。あ、違う方向向かってますか。あ、でもないか。神社がある。
幡宮、八幡宮なんかたくさんあるからな。あ、戻ってきたのか最初の道に。あ、三和町あった。だから南の方なんですよ。三和師匠。こんな三和町だっていうのは分かってても。三和郵便局だったよな、あの、あそこで見たのは。あ、三和郵便局見つけた。これですね。ということはだいぶ絞れてきたんじゃないかな。今南向いてるんだよ。ってことは北からあのやってきてるから、派手には、派手にはって確か交差点の名前だったよな。が北に向かってるんだ。いや、この辺じゃないのとか思ったりするけど、こことかな、八幡宮。ないよな。山手に向かってる感じですね、比較的。ん？あ、道が狭くなった。わからん、ゴルフ場っぽいけど。あんまり主流の道らしじゃないのかもしれない。なんだろう、もうワムハチが多い。ワムハチじゃない、ワムハチじゃないな、これ。ワムイチかな、貨車が置いてますね、二軸貨車。お、すごいな、たくさん。ありますね、看板が。ただ、何かがわからないんですよ。ロゴハウスみたいなのが見えた。でもロゴハウスかどうかわからない。なんだ、木材でも作ってんのかな。
ちょっとだけ行ってみよう。多分何もないな。戻ろう。何もない。何も書いてないな。南側に向かってるよね今。南西全体的に言うと、だからまあ、あ、大力だにこの道かなと思ったりする。二分割してるからこの道沿いなんかな。戻ろう。あとはカーブで解く。なんであれ、なんで戻されるんだ縮尺が。今南向いてるよね。この老人集会所っていうのはヒントになるかも。老人集会所っていうのはついにできてしまったっていうのもあれだけど、そこなんですかね。これ老人集会所、ただの集会所ですね。消防団の格納庫がある。これがここかもね。あ、ここかもな。この老人集会所のとこかも。一つ上にあれがあれば、まあほぼ確実。で左に行く。ここら辺なのだろうな。川がちょっと離れていく場所だからこの辺。カーブの辺だろうな。川沿いがある。こっち、ここかな、ね、最初の場所ってどこなんだ。さらに上流なんだ。なんでこれ縮尺が元戻っちゃうんだ。
ことはこの辺ってことか。もうちょっとまっすぐ行くと川が迫ってきたらそうだろうな。そうですよね。なんでここであることはまあ間違いない。コントロール Z、 これで戻った方がいいのかもね。ちょっと絞りに行きましょう。うん、だと思うんで、だからここなんですよ。左カーブ、2つ建物があって、うん、多分ここで合ってると思う。反対側は？反対側何もない。この広い道路がどこまでを広さなのか。第一、こっちの方がこっちより広いっておかしいですよね。まあちょっとめり込んでますしね、これが。めり込むわけがないし。そう考えるともうちょっと。ここら辺でもいいぐらいだと思います。あれ、なんでなんで反対側なんだ。さあ次がラストでしょうか。ラストですね。はい、本日ラストとなります。峠、峠なのか、これカーブの近くなのかわからんな。アマ、ほほみ、え、金、金にアモニアセンター、え、あ、なんかマークついてない。気のせいか。どっちがいいんだろう。下がった方がいいのか、上に行った方がいいのか。皆さんいかがでしょうかね。これは地名に見覚えあります。三叉路をとこっていうのは覚えとこう。で、三叉路がなかなかなくってずっと山を登ってるんだ。で、電柱があるから全くその上の方に集落がないわけじゃない。あ、ようやく比較的開けたとこに出てきましたね。あ、海じゃないな。私はちょっと三重県じゃないかなって踏んでますが。三重県ってでも広いからな。何もないんで、とりあえず海のところまでは出ていきますか。
ログインじゃないのか。何も書いてないな、ここら辺は。ヒントがないね。初めてのヒントかな。ほほみ、そうだ、ほほみだ。島根県だ。地滑り多いんだな。海じゃないかな、やっぱりこれ。多分通じてる道なんですよ。元からある道が父の勧誘便局につながってる感じだよね。反対側が、なんて書いてあったっけ？アマシだよな。まあ、最初戻ってみましょうか。最初戻るとこうなってましたね。行ったっけ最初。
こう下がっていったよな。ああ、なるほど。土のあのメインのとこまで下がっていくんだ。でも聞くと。ここ見なんだ、これ。ここ見神社があって。というか、あの水へ下がっていくとこで。ここは視線だよね。こっち行ってたら地獄になりそうだから、ここはこの道はあるんだけど、多分下がってるんだ。行き止まりですよね、これは。林道だな。あ、まだ行ける。行けることは行けるな。あ、まだ道はあるんだ、一応。まあ、あるけど、いけないことは分かってるけど、こっちもヒントがないな。こっち行ってたとしても、狭い道を下るだけでヒント感には薄いよな。平坦に出てくるけどっていうとこか。センターライン沿いの道がある。中浦能面林道。これか、中浦能面林道だ。で、まあ、地と海が見えてきて、深いとこになるっていう感じか。お泊まりどこ、中村とか。ここは何だろう。 NTT 西日本の説だ。書いてないけど、あと商店、個人商店だね。石塚タクシー、中
場はこっちかな。職場はこっちですね。だと思う。スーパーがある。村川商店だ。これか。これが。この役場ってことですよね。バスをここには入ってくる。ん？路線バス？でも路線バスないように見えるけどな。ちなみに。ここですね。ここはバスあるんかな。まあバスの路線はないようには見えるけど。役場のあたりですよね。まあいいや。スタート地点戻ります。さあちょっと絞りにかかりましょう。北東に向かってる。真ん中だな、ほぼ。で、ですね、多分この辺だと思う。で、ここら辺から角度が急になってくるから、じゃあここら辺か。カーブが始まっていくんです。だからまあこの辺かもしれん、この辺かなとは思った。完全にここは止まるわ、この辺で。そんなに遠くないからな。かな。あ、でも急にカーブしてないんですよね。ね、この辺だと思います。あら、これはちょっと難しい。まあパーフェクトではありますけどね。
はい、ということでこの故障っていうとこをクリックすると今回の5箇所を見ることができます。北海道、九州、四国はなかったですね。これここは結構苦労させられたな。あ、見直せるんだ実際のストリートビューで、別ウィンドウで。これは嬉しいですね。普通に1回目がそうだ、ここも結構苦労しましたね。で2回目八王子って言っても広かったからな。まあでも5分以内解くことはできて、これだけはできました。あと23分かかってんだよな4番が。だからどこも苦労しましたね。三好なんかすごい範囲が広くて特徴があんまりなかったから、ここはまあ難しかったと思います。このが本当にでかいんですよね。はい、ということでこんな感じで1時間半近くかかっちゃいましたね。簡単と言いつつ平均スコア1万8000なんでみんな苦労してるみたいですが、
ょっとね、あ、聖火帳なんてあるんだ。面白そう。は、いきなりこれ。これはひどい。ギブアップとかできないのかな。逆に近いからこそ難易度が高いとも言えますね。ようやくそれなりの道では出てきた。東畑ですよね。ここら辺、この道に入ると東畑神社。東畑神社の入り口なんだ。じゃあまあ、方向は西、完全に西向いてるか。ここじゃないの？ぐるっと回ってるから。違う違う。東畑神社をに向かってる道ってことなんだろうね。ここまではそんなに山手だなっていう感じしないけど、こっからなんだろうな、本当の地獄は。あれ、こんなとこ通ってたっけ。あ、ここは見たわ。これ、これが東畑神社の入り口。あ、でもこっち側かもしれないな。これがここだっていう可能性はある。今東側を向いてるんだ、完全に。ここだと思う。完全に山入った。ここじゃなかったっけ、最初スタート地点って。このまま行くと内田宮まで行きますよね。だよな。ちょっと行ってみよう。上に行った方が正解だったってことか。まあ、なんだ、全然見えない。あの、まともな車道があった。多分これが左側バス停があるあったり、ダイハツのお店があったりするんで、と道田ですよね。この道なんですよね、きっと。
回元戻って、じゃあどこにどこなんだっていう風な、完全にどこまで絞りきれるのかですよね。あ、もうあれ？あ、これがここら辺なのかもしれない。ここかもね。これはここなんだよな。これはここだ。分かりにくいよな。これがここだろう。これがもうここなんだよ。だからこの間ってことなんだけど、この辺だと思う。あ、2メートル惜しいってことですよね。はい、ということで、やっぱり楽しいですね、ジオゲッサー。今後ともあのジオゲッサーですね、配信でやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。Twitch で今回同様配信を行います。そして2日後の21時に YouTube に上げます。ぜひ見ていただければと思います。 Twitch、ぜひ、ライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。スイッチライブウォッチ&マイアカウントをフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブを上げます。 YouTube の
チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。動画の視聴もお願いします。YouTube、マイチャンネル、サブスクライブド&ライブウォッチ&ムービーウォッチ&チャットコメント、グッドボタンプリーズ、そして Twitter もやっております。チャット欄にアドレス記載してますが、アクセスを上、まだお方はぜひフォローお願いします。ツイッターマイアカウントビジット&フォロープリーズということで、ジオグエッサー2回目遊んでいきました。まあ、雑談気味にやっていきました。日本のシリーズですね。もしかしたら次回日本を飛び出して海外に行くかもしれません。ぜひお楽しみに。新しい発見を地図で見たい、地図とかストリートビューで見たいと思いますので、ぜひご注目を。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。この後は、しばらく時間を置いて競輪予想、前橋記念競輪三山王冠戦、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。また後で、YouTube でやりますので、 YouTube にご注目ください。リンク先の YouTube です。